25番。惜しかったね。惜しかったよ。26番。お互い様ですよ。それはお互い様だよ。ああ、あともうちょっとで勝てたんだけどな。ほんと、惜しかったね。 惜しかったな、今のシュート。あと10センチだったよ。スミスさん惜しかったね。あと5点あれば合格だったのに。はい。残念です。森さんはさっき帰ったよ。惜しかったね。 売り上げ目標まであと100万だったのうん、惜しかったよ。いつもありがとうございます。いえいえ、お互い様ですよ。ご迷惑をおかけしてすみません。困った時はお互い様ですから気にしないでください。 初めて会う人ばかりだから緊張する。それはお互い様だよ。気にすることないって。ごめんね。また迷惑かけちゃって。いいよ、お互い様だって。田中さんが連絡はもっと早めに欲しいって。そんなのはお互い様だよ。 27番体がだるいんだよね28番かわいそうに今日体がすごくだるくて顔赤いよ熱があるんじゃない なんだか体だるそうだね。うん。最近ちょっと寝不足で。夏はいつも体がだるいんだよね。ちゃんと食べないからじゃないこれ、早く図書館に返さないと。うーん。でも、これから行くのはちょっとだるいな。明日行くよ。 今日たくさん歩いたね。うん、足がすごくだるい。この猫、怪我してるよ。本当だ、かわいそうに。田中さん、桜大学、ダメだったみたい。そうなんだ、かわいそうに。 ああ、あの子たち迷子なんだ。かわいそうに。森さん、風で旅行をキャンセルしたんだって。そうなんだ、かわいそうに。こんなに濡れて、かわいそうに。大丈夫ですよ。